ええ2020年の1月のこちらのお手本ですね、えー、こちらは2月8日締め切りとなっておりますこれ書いていきますねまずは12年生のこちらからいきたいと思います今回はねいつもより太いかなこのいつもと同じ鉛筆なんですけどだいぶ丸まってますねうん このぐらい丸いと結構こうあの強弱使いつけやすくなります。えっ、ー、とじゃあここ真ん中の線をねいつもこの中心の線を、えー、と気にしながらここにどういう風にも乗っけていけばいいかなっていう風に見てみてください。こういう感じで来て右の部屋からこうお腹をせり出すようにして左に行くけどまた右に戻る。 で次はしっかり入れて、キュッと、まっすぐ、まっすぐのラインだと思ってくださいね。こう、くにゃっとするとね、難しくなります。少し上がって、こういうふうに、この辺で力を入れながら、こんな感じですね。この辺がね、ゆっくりで強くなってますよね。この辺はね、ここでちゃんと止まって、スッと上がって、この辺りは、 そんなに強くないのでここがほらちょっと薄いんですよね薄くなってますね鉛筆でもこれぐらいの差が出ますので分かりやすいかと思いますえー、っと基本的には形のことを言ってるんですけどあのこの硬質ではねですけどあの この濃淡は結構伝わりやすい鉛筆なので、そのあたりもちょっと見てみてください。えー、かです。かはなかなかね、あの、難しいですね。どうしても真ん中に書きたくなっちゃうものなんですけど、左側に書いて、こちらはこういうふうにだんだん力を入れていってください。て低学年に 多いのは、あのー、こういうね、歯とかの、この羽根羽根の部分が、あのー、力が抜けないことが結構多いので、そのあたりもちょっと見ていただきたいですが、こうして、こう、きますね。こんな感じになるっていうところで、 ウは1、えー、一画,う一画目こういう風にギューッと持ってきてだんだん強くなっていくところでこうしたからこうきてストーンと下ろしていきますで、先ほどちょろっと言いましたねこういうところの羽の部分をえー、っとねよくあるのがこうしといてグッこういうのね これよくあるんですよ。だけど、ここで止めちゃいけないので、止めないように、自然にこう来て、スッとこういう感じでいいです。こうね、力抜いてください。で、こういう風に来て、こんな感じですね。ここもね、ちょっと見ててください。ぎゅーっとだんだん力入れてって、スッと抜きます。早いですよね、こういうところ、スピードがスッとね。 これゆっくり同じように書いてしまうと、こうに来てく、こうになっちゃうので、そうするとこれも、はじめにドンって入っちゃったりすると、もうこういう感じになりますよね。そうするとなんか、なんていうかな、動きがないというか、止まってしまってる感じになるので、スッと持ってきたら、次入るときもこう、スーッと優しくからの、強く、 っこのね、えっ、ー、と、しなる感じとかも入ってくるとよりいいですね。こちらはちょっとあの硬かったと思います。このぐらいの方がいいですね。はい、ろですけど、これはちょっと中心見ときましょうか。まず乗っけていくんですけど、これキュって結構こういうふうになってますよね。こういうとこ見ましょう ギュッと上がっってしっかりり止まりますここキュッとねで斜めにギュッしっかりここも止まってくださいで次お尻上げすぎないようにこうにきて真ん中あたりで払えるようにちゃんとこの辺りでスピードが上がってさっと切れるようにします はいね、こで,ですね、難しい方のです。ぎゅっと短くって、ちょっと上がるようなし、あの、性質。そこからこう、これも左へぎゅっと行ったら、ストーンと落とします。で、遠くからぎゅーっと持ってきて、こんな感じですね。つなぐといきます。 えー、図はこう真ん中広く取ってあげてください。こう。方向はこう斜め下あたりで、まあ、これも真ん中で払うような感じがいいです。えー、次はなですね。なって低学年にとっては難しく感じるんだと思うんですが、位置関係み見てみましょう。左側の部屋にこう入れるようなイメージで、 えー、点の位置も少し上の方ですよね。で、次はじゃあどうなってんのかって言ったら、ぎゅっと。こんな感じの、こうマスの中に入れようとするとこうになりますよね。で、どンどンってやるとこれでいいです。はい、クーです。ぎゅっときて。しっかり折れます。ここがこういうふうにぎゅっとね。 沿っててくださいいいねここに間を描いていきますよ、えー、上が長くてふっくらと下がそれちょっと沿うような感じでなるべくここを広く取ってあげたいなっていう気持ちを込めてくださいで真ん中ですよこうに来てここでしっかり止まっておいて12はい「ほ」はこの「ま」に似てますねここね。 先ほど歯で言ったようなスッと抜くようにします。それからここもこういう風にふわふわってしておいてギュッギュッこの時にこの高さは合うようにしてここに少し隙間が入るようにします。はい「う」は2回目ですけどお尻ギュッとこう出しといてここが短くてストーンと落ちるように。 真ん中あたりこうです、ねはい、ノ,ですノはこうにきて上に上がるようなイメージがいいでしょうね。こうしといてこう通ってそのまますっと払うものは結構真ん中でみんな切ると 次に行きやすくなりますのでねちょっと長くやりすぎないようにこれどうしてもグランってやりたくなっちゃったりするんですけど最後のこういうあんまりぐるんぐるんやったりするのは良くないですで中心線で切ろうと思ってください。こがねたくさん出てきましたね。とばです。 まあひらがな全部ひらがなでしたね珍しく漢字が一つもないっていうね、はい、2年生にとっては簡単かなそしたらねどうでしょうか小学校の1年、ね、学年の間違いはねないようにしましょうねはい はいこんな感じです。